私の周りでも育休産休中にリスキリング、それ本気で言ってるの？というですね、反応が相次いだところであります。リスキリングに関してライフステージのあらゆる場面において学び直しに取り組もうとする際に、本人が希望した場合にはそれをしっかりと後押しできる、そうした環境整備を強化していくことが大事であると。岸田総理は27日の参議院本会議で育児中の学び直しを後押ししていくと述べましたが、 SNS 上では育児中にできるわけがないなどと多くの批判が上がっていました。岸田総理は自身も3人の子どもの親で、子育てが経済的、時間的、精神的に大変だと経験したと説明し、理解を求めました。